綺麗だな、綺麗だな。わあすごい綺麗だな、綺麗だな、あー綺麗だな。皆さんこんばんは。今日は11月13日の金曜日の夜ですね。平山茂です。ちょっとね、照明が欲しかったので明るいところに来ました。11月13日金曜日、皆様お仕事、学校、いろいろお疲れ様です。いやー、ここはいいですね、明るいですね。大丈夫ですよ。ちょっと髪の毛見ました。大丈夫ですよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。ね、もう金曜日です。明日は週末ですよ。もう土曜日、日曜日、予定は立てましたか？どんな予定を皆さん立てたんですか？私はまだ決まってませんよ。早くこれを取り終わったらですね、ちょっと家に帰ってちょっといろいろ作戦を練りますけども、皆さんも楽しい週末を送ってくださいよ。すいませんね、こんな綺麗な夜景といいますか、あのイルミネーションにおじさんっていう形です。すいません。東京タワーも見えますね。いや、本当皆さん大丈夫ですから、大丈夫です、本当に大丈夫。ここがどこかって、ここは欅坂ですね。欅坂、六本木の欅坂でございます。わあすごい、ちょっと止まってみようか。いや素晴らしい、素晴らしい、まあまあイルミネーション綺麗ですね。はい、いや本当大丈夫ですから、大丈夫、大丈夫、大丈夫ですよ、大丈夫だよ、大丈夫。まずはね、まずは楽しもう、楽しいこと考えようね。本当に楽しみましょう。僕は今この YouTube 撮ってる時が一番楽しいです。仕事の時よりも本当に今は一番楽しいです。本当に、今坂、欅坂坂になってまして、今上から下ってくる流れで撮りました。で、今一番下まで到着したのでここで終了したいと思います。皆さん本当に大丈夫なので、大丈夫だよ、大丈夫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 だから。大丈夫なんでね、また明日会いましょうよ。明日は土曜日です。また会いましょう、また会いましょう。それでは